ような気がしたけど、まあまあ行こう。さあ十文字さあ十文字 KR での初十文字、 XR でも行けない十文字。じゃあ皆さん行きますね。はーい、はー、はい、どうぞ。ミミさん、怖い、怖い、あー、ぜひ来てくださいよ。いしょ、すごい景色。あ、違う、カメラ逆に向けとるわ、私。マジで、あ、こんな時に。もしかして、ナルシスト十文字山灯台行きましょう。はい、お願いします。あ、もうドキドキしかせん。確かに一人だけ行ったことないですね。そうですよ。でもみんながおった方が心強いやろ。一人では行かんけどね。そう、行かないですね。わー、すごい景色、いい眺め、いいね。あ、偶然、俺もすごいいい景色見る。すごい雪降ってる、絶対。あれ雪だ。あー、絶対そうっすね、あれ。ねえ。ほんまじゃ、絶対あれ雪だね。あれ雪ですよ。これが豊島と大崎下島を結んでる豊浜大橋で、はい、その向こう、橋の向こう側から右に曲がるところが、え、そっちの方がえぐいんじゃないの？大丈夫？私もふと思った。あれ、こっからよ、登ったの、うん、そろそろミミエフさんが無言になります。もう無言でした。無言だった、無言だった。一足でさ、スルスル前へ進むからびっくりするよ。点ある、急ぎすぎみたいな。あ、ごめんなさい、ゆっくりです。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。まあ、無言でゆっくりです。右にカーブ、まだ大丈夫です。大丈夫ですね。怖いって思った瞬間にハンドル曲がらなくなる現象は、あれ何なんですかね。あれはやらかすと思ったらもうね、やらかす方向にしか行かないもんね。下を見ん方がいいって。待って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 、あのみんなでいじめるんですけど、私は。ちょっと待ってください。展望台バッチリ書いてある、書いてある。 OK OK、 おー、うわ、怖い。ありがとうございます。おばあちゃんがめっちゃニコニコしながら手を振ってた。そんなおばあちゃんの顔見る余裕もなかった。よくこんな道通りましたね。うわー、道が落ち物ある。あ、ね、あ、待って、あと、怖い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 。これはこれでこうちょっと面白いネタになりそうやな。いや、やっぱり滑ってます、私のバイク、お尻が。え、あれ滑っとる？いや、なんかモードほらなんか。ほら、滑っとったら。ほら、滑ってる、滑ってる、滑ってる、私。え、うっそ、こんなとこ飛んですか？大丈夫です。え、待って待って、怖い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 。前を見てください、前を。でもだったら豆さんが可愛いというところだった。あ、そういう方がいい？待って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 、あの早く見てください。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 もうちょっと確かに私もペース上げてましたから、走りやすいかもしれない。え、まだですか？まだつかない。はっぱこい、はっぱこい、はっぱこい、はっぱこい。もう満腹です。大きい石があるんで。もう満腹。ちょっと待って待って。大丈夫、大丈夫。真ん中に石があるんで気をつけて。え、なんで SS で来ようと思うんですか？待って待って待って、怖い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 。曲がれる私。大丈夫です。行けます。待って待って、怖い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 。大丈夫です。もう大丈夫。まあまあ、もうちょっと。まだまだまだ。終わった終わった詐欺みたいになって。一個一個クリアしていかないよね。そう。でも確かにあそこが最後じゃなかったでしたっけ？あの怖いところはですね。え、なんで？何が？なんで？なんで平気なんですか皆さん。落ち葉ドライですからいいですけど、ウェットの時もありますからね。あの、なんか違う、なんか違う、違う。こんな予定じゃなかったのに。そうそうそう、本当それ。この苦労の先にはいいものが待ってますんで。待ってます。いや、もうなんかもう今そんな気になるって。待って、怖い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 。落ちたら死ぬ。うん、あのね、でもね、意外にスピード出してたよ。あー、ここだ。
真ん中に。じゃあね、じゃあ行っちゃいまーす。あ、一番なくなってる方しやがった。ほんま一番。ちょっと待って。大丈夫？あ、倒れた。お疲れ様でした。はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。いいね、はい、いい感じやね。光もいい感じで、はい、来たよ。はーい、ニューノさん、ちょっと一回またがらせてもらってもいいですか。あ、どうぞ。失礼しまーす。めっちゃ楽なんだけど。どういうこと？軽い。レプトルより軽い。え？テンアルより軽い。多分。感じがする。ちょっと待って。いや、絶対軽い、こっちの方が。軽い。びっくりした。一人に乗られたら忍者400。そう。そんなわけ。これ400cc よねっていう感じ。やばいっすよ。そう、もう楽。楽よく軽いやろ、あの起こすのも。あれ軽い。あれ CDR 乗りやすいよ。チナミル、チナミルベタ好きじゃろ。うん、ベタ好きだと思う。ていうか軽いよね、あの。すごい軽いと感じる。そう、重たい。やっぱりでもこれでも200キロぐらいなのに。あれをまた降りていかないといけない。思い出した。CDR があんなに軽かったとは。そうですね。ねえ、驚き。皆さんいいですか。はい、OK でーす。じゃあ降りましょうか。若干寒くなってきた。え、ずっと寒いよ私。いやいや、寒くなってきたよ、やっぱり。ねえねえ、やっぱりね。猫に小判ですよ、私に。いや、それは私も。ごめんなさい、ウインカー上げる余裕がないんです。あ、大丈夫っす。大丈夫、みんなない。いやいやいや、右です、右です。やばい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 、危ない、葉っぱが。やっぱりやだ、この人。やばい。大丈夫だよ。いや、私ちょっとCDR にショック受けたわ。軽かったね、ほんとね。軽かった、びっくりするぐらい軽かった。あー、降りてきましたね。はい。すごい。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした？なんか恐怖と楽しさといろいろ入り混じってすごいいい体験をさせていただきました。よかったよかった。もうここでお腹いっぱいです。いやー、でも十文字面白かった。楽しかったですね。おー、やっぱりね、広島でね、一番の展望台、星がね、すごい綺麗らしい。風強いです。うわー、ちょっとこれ風やばい。風がえぐい。おー、すっげえぐい。うわー、すごい寒い。あー、朝ありがちや、これ。でも俺まだ何にも点熱入れてない。マジで？下にジャケット巻き戻してるんですか？そういうこと？すごい。あー、羽に物言わせやがって。ちなみにおすすめのジャケットってありますか？冬用の。靴下にの
アロフトジャケット。マメさんのダイネージもすごいって言ってなかったですか？その時はそう思ったんだけど電熱をベストはいいんだけど、違うよ、肩が寒いんだってって。腕までこう電熱の発電源があれば、これそうですよ、ヒーテックのやつ。そう、やっぱちょっと高いからか。これは結構高いですけど、借りるもらいやすいだってそうか、やっぱ日給パロ中華製はダメか。ニッキュッパなんですか、それ。そう、私の電熱ジャケットはニッキュッパの中華製でございます。よ、中華の達人。イエーイ肩は寒いと。肩は寒いけど背中とお腹と首はあったかいの。いいですね、夕日に向かって走る、ここです、ここです。お、立つ立つ、眩しくて見えねえ、全く。じゃあ行きますね。はいはい、お願いします。お願いします。ゲートが閉じられようとしてる。あ、だからみんないなくなったんだそして誰もいなくなったっていうか、あともうちょっと遅かったらもらえてなかった。あぶねーほんまだ、よかった。また一緒にプリング行きましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。いや、本当にかっこよかったですね、バイクみんな。あ、よかったですね、迫力あって、はい、じゃあみんなまたね、バイバイ、ありがとう。はい、はい、ありがとうございます。